水木しげるロードに設置されている夜行山のブロンズ像夜行山は、阿波国に伝わる妖怪、大晦日、節分、更新の日、夜行日に現れ、首切ればに乗って徘徊するように、遭遇してしまった人は投げ飛ばされたり、馬の足で蹴り飛ばされたりしてしまう。そのためかつては、人々は前日の出現日の夜の外出を控えるよう、今占められていた。運悪く遭遇してしまった場合は、 増量を頭に乗せて地面に伏せていると、夜行さんは通り過ぎていくので、この難から逃れることができるという。三好郡山城谷村声優では、髭の生えた片目の鬼であり、家の中でその日の食事のおかずのことを話していると、夜行さんが毛の生えた手を差し出すという。また、高知県高岡郡お父町所山付近では、夜行さんを、夜行と言い、釈状を鳴らしながら、 夜の参道を通るというが、姿形は伝えられていない。前述のように、一般には夜行さんは、首切ればに乗っているものと言われるが、夜行さんと首切ればは、必ずしも体になっているわけではなく、むしろ首切れ馬単独での伝承の方が多い。特に、吉野川下流から、香川県東部の地域においては、首切ればに乗った、この鬼ではなく、首切ればそのもののことを、夜行さんと呼び、 節分の夜に現れると言われる。また、徳島県では大晦日、節分の夜、更新の夜、夜行日などは、地味模量が活動する日とされ、夜歩きを戒める日とされた。元来、夜行日とは、祭礼の際にご神体をよそへ移すことを言い、真事に関わらない人は家にこもり物意味をした。その戒めを破り真事を汚した者へのたたりを、妖怪、夜行と呼ぶようになったとの説もある。 八王子市の夜行さんの伝承の背景になった高槻城の遠景東京と八王子市では、夜行さんは首なし場に姫君が乗る姿で見られる。八王子の昔話によれば、昔、八王子の滝山丘陵にあった高槻城が敵軍の襲撃を受けた折に、城の姫が馬に乗って逃亡するが、馬は敵兵に発見されて、首をはねられ、首のないままで失踪し、 そのまま天へと登った。それ以来姫と首なし馬は満月の夜に八王子を徘徊し、その姿を見た者は必ず不幸になるのだという。近年でも八王子で目撃され、深夜に人気のない通りを後ろからカポカポと蹄がアスファルトを叩く音が背後でするが、振り返るが姿は何も見えないという。また四つ角で上半身が女、下半身が 馬のケンタウロスのような怪物が右から左へ猛スピードで走り横切るのを見た目撃眼が伝えられている。ただしこの八王子の夜行さんは徳島の伝承の夜行さんとは全くの別種でお知らさまに類するものとの説もある。ありがとうございます。